ですな、ここって。あ、みずき、今日も一人で来たの？うん、今日も一人だよ。そう。何をしに来たの？あれ、ちょっと意外だな。メイコは僕らに干渉しないって言ってなかった？その考えは変えていないわ。これは、ちょっとした世間話のようなものよ。話したくなければ、無視してくれて構わないわ。そういえばさ、前にメイコが言ってたことの意味、わかったよ。前？うん。ほら、前に来た時に言ってたでしょ？これからも、あの子たちと一緒にいられるといいわねって。メイコは分かってたんだよね。僕は、みんなとずっと一緒にいられないってさ。私は、ただあなたたちを見守るだけ。これから先、未来のことは、誰にも分からないわ。未来、か。みずき？あれ、みんな、どうしたの？ MV のことで相談したくて。今日は作業してるって言ってたのに、インしてなかったから、こっちに来てるんじゃないかって思ったの。そっか、ごめんね、わざわざ。みずきが一人で来てるなんて、珍しいね。ああ、ちょっと息抜きしたくってさ、ずっと座ってると体なまりそうだし。はあ、そんなことで勝手にいなくならないでよね。心配するでしょ。エナは僕のこと心配してくれたの？嬉しいな。あのね。あ、そうだ。せっかくみんなでこっち来たんだし、なんか歌わない？今ちょっと、歌いたい気分なんだよね。私はいいけど。やったー！ねえねえ、メイコも一緒にどう？私は。ねえ、お願い！僕の思い、メイコはわかってるでしょ？今だけでも、この気持ちを知ってる人と歌えたら、ちょっとは笑えるかなって、そう思うんだ。みずきは、今までもそうやって生きてきたのね。そう、なのかもね。なら私は、見届けるわ。あなたたちの道も、行き着く先を。二人とも、何の話してるの？ちょっと無駄話。それじゃあ、歌おっか。交わる線と線着飾る大好きなあれこれそれ、そう言ったって譲れないアイデンティティ。手探り頼りで寄せても繰り返し絡まるの気持ちの糸ね、いつだって諦めたままのリスタート。意味もない滲み出した境界揺らぐ未来。
なんか可愛い曲だったね。この歌、なんだろう。すごく寂しくて、苦しい気持ちになった。そう？ピコピコキラキラして可愛かったじゃん。みんなもそう思うよね。さて、それじゃそろそろ作業に戻ろっか。あっちで MV の相談しよう。あ、みずき。ん？何？別に何かあるわけじゃないけど。何それ。エナ、こないだから変だよ。それじゃ帰ろっか。あ、こっちのみんなもまたね。みずき、私は見守ることしかできないけれど、どうかあの子が自分の思いと向き合えますように。